長塚線は岡町駅で発生した人身事故の影響により大阪梅田豊中駅間において運転を見合わせております。残り電車は豊中行きとなります。現在豊中宝塚駅間で折り返し運転を行っております。お急ぎのところご迷惑をおかけしますことをお願いします。電車の到着が遅れましたことをいたします。